ビアタイ、AK さん、ビアタイできて嬉しいです。堀さんに質問になるんですが、一般的なフリーと M リーグで打ち方は変えられてますかという堀さんに質問です。一般的なフリーと M リーグ、はい、全然違いますね。なるほど、はい。やっぱり特定メンバーとのマージャンは全然違う。はい。僕、ちなみに昔、まあ、マージャン屋さんで働いてたりしたことあったんですけど、うんうん、まあ、いろんなところで働いてるんであれですけど、はい、昔、トンプー製のお店で働いてた時、はい、おそらく風呂率僕 50% 超えてましたね。 50%? はい、はい、もう別物だと思ってください。はいはい、まあ、そのルールによって、まあ、僕としてはその勝つ麻雀、うんうん、はい、を打つっていうだけで、はい、その何もこういう麻雀を打ちたいというこだわりとかは特にないので、うん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 、なるほど、はい、その今回の M リーグルールに合わせた打ち方を今やってますと、ね、そうですね、はい、基本は、はい、はい、ありがとうございます。お答えいただきありがとうございます。もう一つだけ質問させてください。フリーではもう少し堀さんがよく渋川さんを楽しくいじるときにおっしゃる、しょうもない仕掛けを増やす感覚でよろしいでしょうかって、さっきのフリーと M リーグ、どう打ち方変わりますかみたいな質問ですね。はい、しょうもない仕掛けを増やすみたいな考えはよくないですね。うん、はい、そうではない。ゴーさんの風呂率上げたいって言ってるセリフくらいよくないですね。あれ、上げようとしてあげるものではなくて、はいはいはい、結果的にね、得なことをやる、そのルールで得なことをやるっていうのが、たまたま泣きが多い麻雀になってしまうっていうだけなんですよね。わざわざその何かをやらなければいけないみたいな思考が麻雀では良くないので、まあ縛りプレイの条件ですよね、つまり、はい、縛り、うん、まあ、別の思考が入っちゃうってことですね。まあそうですね、はい、はいはい、なるほど。あくまでも目的は、マージャンの目的は勝つことなので、はい、 そうですね、はい、それに即した打ち方ができてれば何だっていいんですけど、泣きたいから泣くわけではないんですね。風呂率上げるためにとりあえず撃滅制止とかとか、そういうことじゃないですもんね。はい、押したいから押してるわけじゃないんですそういうことです。押すべき状況だから押してると、はい、そのつもりなんですけど、はい、うん、なる